ジャニーズがいろいろ揺れ動いている中、今日ですかね、2B、岸君が入るんですか。まだ今僕が撮ってる時はまだやってないんで、その 2B の YouTube が、生配信が今日入るって噂がありますよね。まあ、なので、キンプリですかね、今回。キンプリの運気を見ていこうかなと。今、キンプリは2人ですもんね。永瀬廉くんと高橋海人くん。この2人は一体今後どんな運気が待っているのか。まあ、来年ですね。どんな感じなのかって見てみますけど。まず、永瀬廉くんですね。永瀬廉くんは、まあ、運気いいっすね。来年もね。とても良い運気です。人間関係の広がりや様々な依頼の舞い込み、また自分自身も今までないフットワークの軽さの驚きに連続になるでしょう。本格的な活動期に入っているので、今後の人生の大きな発展となる一歩を強く進めていきたい年になるということですね。で、仕事運としては、活躍の範囲を広くするチャンスの年、遠くまで出向いて営業するのも良い、新規事業を独立企業に向いている。あ、独立に向いてるんですね、来年はね。じゃあもしかしたらあるかもしれないですね、今のジャニーズである。恋愛運を一応見ときます。恋愛運は恋愛好調、結婚に向けて一歩踏み出すにも良い年。逆になかなか踏み切れない優柔不断な態度の恋愛は決着をつけるのに良い年。二人でもじっくり話し合って言葉を出していく。また新しい出会いにも期待できる年。ただし自分が心が整ってないと良くない縁が来てしまうのがあるので、 見た目が良くて口の模様が調子のいい相手には騙されないようにした方がいいですよというのが来年ですね。まとめると、幸運期の中に最高運期になるのが来年ですね。永瀬廉くんはね、飛躍の年ですね。ここに大切になってくるのが良縁との出会いですね。永瀬廉くんの星というのは、自分から行くというよりは、そうですね、積極的に動くというよりは、話があったら、じゃあそれに行こうかなとか、誰かに、要はリーダーの気質じゃないんですよね。誰かがいてそこに対して、乗っかるというか、サポートするとか、サポートする星なので、多くの人を支えて生きていくことが得意な星ですね。多くの人が周りに集まり、その人の中に良い師匠との出会いがあれば、人生が大きく発展する。しかし、中には悪い縁と結びついてしまう人も、この星にはいるということですね。独立するにしても自分からはしない方がいいですね。自分だけ動くってことはしない方がいいと。何をするにしても決めるんであれば、誰かに相談した方がいいです。で、運気はとてもいいので、ジャニーズで言いながらでも発展できるんじゃないのっていうところですね。じゃあ、高橋海人くん。幸運期の2年目に入るところですね。高橋海人くんは。だからといって何もかもうまく思うようにいくというわけではない。来年の前半は自分が取り巻く環境との調和が取れず、物事を思うように進んでいかない。夏以降から運勢が、盛り返してきて、閉鎖的だったものが動き始める。で、気持ち自体も明るくなる、爽やかで前向きになってくると思います。周囲の環境との調和も取れて、さまざまな行動が順調に進んでいくということですね。で、大きな決断、重要な決断などは避けた方がいいということですね。アイデアも次々と湧いてきて、活動的な気持ちになる、積極的な物事に取り組めるでしょうと。しかし、言葉に注意な年になる来年は、つい口が出てしまった失言、伝えなければよかった連絡など注意する。まあ、要は失言には口は災いのもとだってことね。来年はね、普段では考えられないようなうっかりミスに注意が必要ですと。フットワークが軽くなり、つい見落としがちが増えてしまいそうです。いつもより落ち着いて行動することを心がける。まあ、だから非常に慎重に行きなさいよということですね。仕事とかね、これ仕事です。恋愛を向上していると。まあ、新しい出会いも趣味を通じてなど、明るい場所の出会いが期待できる。また、夜の出会いはあまり良くない縁がある。だから夜はあんま遊びに行かない方がいいよと。気をつけた方がいいと。交際中の人は、まあそうですね、来年は一緒に、その縁を育む。なるべく昼間に外に行って遊んだ方がいいですよと。夜はやめた方がいいですよと。まとめます。高橋海人くんが持ってる星は夜型が多いんだね。だから、朝方を心がけた方が、夜型が多いので、なるべく昼間に活動するようにした方がいいですよ。そういう年だよということですね。心の中も明るく過ごすことが、そのね、暗検察っていうのがね、ついてるからってことですね。素敵な笑顔で一年を過ごし。だから、あんまり来年は冒険はしない方がいいよと。
まあ、独立とかしない方がいいですよと、ジャニーズにとどまってた方がいいですよっていうことですね。こんな感じです。